ボルザーノはイタリア王立海軍の従順洋艦。日本語ではボルザノ、ボルザノと表記することもある。ボルザーノはイタリア王立海軍が第二次世界大戦で運用した従順洋艦。ザラ級従順洋艦の走行重視からトレント級従順洋艦と同様の軽走行、速度重視に戻っている。魚雷兵装も復活した。トレント級を原型としており、 改めトレント級と表記されることもあるが、環境や煙突の構造、砲塔の形状、航空偽装の位置など、相違点も多い。命名は都市ボルツアーノにちなむ。ワシントン条約の制限下の条約型重巡洋艦として建造されたが、全球までの各艦と同様、排水量が1万トンを超過し、条約の制限を超える艦となった。 1933年8月に竣工。本艦がイタリア王立海軍が建造した最後の従順となった。1940年6月のイタリア参戦後、7月上旬のカラブリア沖海戦に参加。11月11日夜のタラント空襲では損害を受けなかった。同月下旬のスパルティベント、岬沖海戦に参加。1941年3月下旬の またパンミサキ戦機に参加し、英海軍の艦上攻撃機の来撃を回避した。8月26日、戦団後衛任務中に、英潜水艦トライアンフに来撃されて、損傷、修理を行う。1942年8月、イギリス海軍の英一部隊が、ペデスタル作戦を発動し、マルタへの大規模輸送船団を送り込む。これを迎撃するため、 イタリア艦隊も出動した。8月13日、ボルツァーノは、衛潜水艦アンブロー君の来撃で大破、パナレア島に座礁して、沈没を免れた。応急修理後、ラスペツヤに栄光されて、本格的修理を行う。航空母艦への改造も検討されたが、完了しなかった。1943年9月上旬のイタリア降伏後、ラスペツヤは、 ドイツ軍に占領され、同地で修理中の従順2隻なども接収される。1944年6月、連合国は特殊戦航艇チャリオットにより、六角従順の撃沈を試みる。6月21日、港内に潜入したコマンド隊員が嫌いを起爆させ、ボルツァーノは沈没した。第一次大戦後に、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の解体後、イタリア海軍は、 地中海を挟んで退治するフランス海軍を仮想的に定めた。同海軍は高速かつ強力な兵装を持つ大型、駆逐艦と、甲、棒を、そう揃った、新型軽巡洋艦、ラガリソニエール級を整備しつつあった。それに対抗するために、イタリア海軍1929年、1930年度計画において、再び高速軽防御の重巡洋艦一隻を、 追加建造することとした。タイプシップをトレント級に取り、全級までの不具合を解消すべく解説系を加えられたのがボルツァーノである。ボルツァーノの関係図本館の原型はトレント級であるが、各部にザラ級の影響が色濃く出ている。監視推薦下には引き続きバルバスバウを採用していた。監視看板上に1.2番手法等を背負い式で2機が配置された。 相打環境は内部溶石拡大のため大型化し、上部に五脚章を乗せた等型環境となった。この五脚章と一番煙突との間に起きる乱流により、倍煙が逆流しやすかったため、等型環境と一番煙突の側面を一体化して、倍煙の逆流を防いでいた。これはザラ級のポーラに習った構造である。五脚章の構成は、頂上部に即居儀を乗せ、 中部に戦闘環境を配置していた。環境の背後には、機関のシフト配置のために前後が離された日本煙突が立つが、ここには新設の旋回式カタパルト1機が配置された。前級までは、監視甲板にカタパルトを埋め込んでいたが、水蒸気射出時に、監視からの風を受けて発艦するには、都合が良かったが、海が荒れると波浪が監視甲板を洗い、 発艦作業を妨げる欠点があった。本級はこの欠点を絶成した。水蒸気は露天で3機まで置けた。このため、関西艇は2番煙突の周囲に配置され、水蒸気と関西艇の運用には2番煙突前方に立つ、後部三脚章の基部についた、クレー日記により運用された。原則甲板上には、広角砲が棒立て付きの連装砲がで片言4基ずつ。 軽発機が配置されていた。2番煙突後方の後部甲板状に後ろ向きに3.4番手法等が背負い式に2機配置した。完備水面下には中央に大型の1枚舵を挟むように片面に軸ずつ、軽4軸にスクリュープロペラがついていた。ボルツァーのボン球の手法は全級に引き続き国産のモデルズ 192920.3cm 砲を採用した。 重量1 2 5 3ラムの砲弾を使用した場合、行角45度で射程3万1566メートルに達した。この砲を連装式の砲塔に収めたが、列強の同士艦と異なり、イタリア海軍の条約型重巡洋艦は最後まで左右の方針を同一の方画に据え付ける形式を採用した。これは、方針の間を狭めることにより、 砲塔の小型化と気候の簡略化を狙ったものであるが、代償として、静射時に左右の砲弾の衝撃波が相互に干渉し合って散布界が広がる弱点があり、イタリア巡洋艦のウィークポイントとなった。砲塔の旋回は、守備線方向を0度として、左右150度で、不要角度は、行角45度、深く5度で、発射速度は、毎分2から3.8発である。 広角砲は1927年1 0トル広角砲を採用した。近接対空火器として、モデルズ1 9 3 2 3 7トル機関砲を採用した。その性能は0 8 3ラムの砲弾を行角45度で7 8 0 0ル行角80度で5 0 0 0ルの高さまで届かせることができた。不能力は角80度、 深く10度である。旋回角度は、減速方向を0度として、左右120度の旋回角度を持っていた。砲牙の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分60から120発である。この機関砲を連装砲牙で4機を搭載した。他に、 モデル 1931-13.2mm 基重を採用した。その性能は 0.051kg の基重弾を、行角45度で 6000m、行角85度で 2000m の高さまで届かせることができた。不要能力は、行角85度、深く11度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、 上部構造物に回を制限された。砲火の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分500発である。この基準を連装砲火で4機を搭載した。水雷兵装として53.3センチメートル、連装魚雷発射管4機を搭載したが、本級の雷装は特色があり、 53.3センチメートル、単ァ魚雷発射管を並列で連装化して船体に内蔵しておき、船体中央部に2機、3番手砲塔手前に2機の、計4機8門を搭載した。類似の装備法の採用例としては、スペイン海軍のカナリアス級などがあった。アンサルド社のジェノバ造船所で建造され、1930年6月11日に、寄港。 1932年8月31日に浸水。1933年8月19日に浸航した。1937年と1939年に改装を行い、対空兵装を強化した。1940年6月10日、イタリアは第二次世界大戦に数軸側として参戦し、イギリスとフランスに宣戦線復刻する。 海戦時の本艦艦長は極東から母国に帰島したばかりのカタラーの大佐であった。7月9日、イタリア艦隊はイギリス海軍地中海艦隊及びオーストラリア海軍で編成された連合国軍艦隊と交戦する。イタリア巡洋艦軍はイギリス巡洋艦部隊と交戦するうちに追いついてきた英戦艦ウォンスパイトの手砲弾を浴びる。 異順用艦船隊を援護しようとした、異戦艦、ジュリオ・チェザーレとコンティリカブールも、A 戦艦ウォンスパイトの反撃に遭う。ジュリオ・チェザーレが勝破し、イタリア艦隊は退却した。ボルザーノも、AK 順、ネプチューンの砲撃を受けて損傷した。ボルザーノは、ラスペツヤで修理を行った。その後、ターラントに移動した。 10月下旬より、イタリア軍はギリシャに侵攻を開始、バルカン戦線が形成された。イギリス軍と、イタリア軍の双方がギリシャに輸送船団を送り込み、この過程で、いくつかの海戦が起きた。11月11日夜のタラント空襲で、A 空母イラストリアスを発信した、ソードフィッシュの夜間雷撃により、イタリア海軍は、主力艦3隻を失う。ボルザーノは、 夜間大撃を免れ、損傷を受けなかった。優位に、たった、イギリス海軍は、ジブラルタルを拠点とする H 部隊によって、ホワイト作戦やメガバイト級作戦を実施し、イタリア海軍は、戦艦2隻やボルツァーノ以下の巡洋艦船体で、擁撃した。特に後者のメガバイト級作戦をめぐって11月、下旬にスパルティベント、岬沖海戦が正規した。 1941年1月、シチリア島に展開したドイツ空軍が活動を開始すると、地中海のパワーバランスが変化する。タラント空襲の立役者であった A 空母イラストリアスも10-87ス通過の急降下爆撃で撃破され、戦線から離脱した。A 海軍は空母ホーミダブルを地中海艦隊に派遣した。3月下旬、イギリス軍は ラスター作戦を実施していた。イタリア海軍は新鋭戦艦、ビットリオ・ベネトやボルツァーノを含む巡洋艦部隊をイギリス輸送戦乱撃滅のために派遣し、これをウォースパイト以下の地中海艦隊が迎え撃つ。第3巡洋艦隊は機関ビットリオ・ベネトの主力部隊に所属していた。イタリア艦隊は英巡洋艦部隊に対して有利な戦闘を続けていたが、 やがてフォーミダブルの航空攻撃で状況が一変する。艦上攻撃機アルバコアの来撃で、微戦艦、ビットリオ・ベネトが、中破し、速力が低下する。また、クレタ島から発進した、ソードフィッシュが、イタリア艦隊を攻撃した。ボルザーノは、来撃を回避したが、イタリア従巡攻らが、ひかみなりして、航行不能になる。ボルザーノなどは、機関ベネトを護衛して、 離脱に成功したが、ザラ級3隻と、イクチクカ2隻は、クイーン・エリザベス級戦艦3隻に捕まって、撃沈された。4月下旬、ギリシャの戦いに敗れたイギリス軍はギリシャから撤退し、5月下旬には、クリタ島からも撤退した。ボルザーノは、北アフリカ戦線の数軸軍を支援する、補給船団の護衛を行った。6月29日、イギリス潜水艦アージは、 巡洋艦2隻と駆逐艦4隻を発見し、雷撃を完工した。ボルツァーノに向かった魚雷は命中しなかった。7月下旬、イギリス海軍の H 部隊は、サブスタンス作戦を実施する。イギリス潜水艦隊の陽動作戦もあり、イタリア艦隊は出撃しなかった。8月26日、戦団護衛任務中のボルツァーノは、 衛星水管トライアンフに雷撃されて、損傷、栄光されて、メッシーナに帰投した。1942年6月21日の飛ぶルク艦楽により、ロンメル機構子団はアレキサンドリアに迫り、地中海艦隊は同行から撤退の準備を始めた。だが、最終防衛戦のエルアラメインでドイツ軍の進撃を阻止し、一息ついた。イギリス海軍は、 ジブラルタル経由で、マルタへの補給を目指す、ペデスタル作戦を準備した。対するイタリア海軍は、ボルツァーノと、生き残っていた従順トリエステ及び従順ゴリツヤで、第3巡洋艦部隊を編成した。8月中旬、イギリス海軍のペデスタル戦団に対する迎撃に、参加する。イタリア海軍は、燃料不足という理由で新鋭戦艦を出撃させず、従順3隻。 軽巡3隻、駆逐艦多数という戦力で、A 海軍輸送船団を待ち構えることになった。8月13日朝、イタリア艦隊は、パナレーア島近海で、A 潜水艦アンブロー君の襲撃を受ける。アンブロー君は、巡洋艦4隻、駆逐艦8隻、上空警戒の水蒸気2機というイタリア艦隊と、遭遇し、魚雷4本を発射した。従順ボルツァーノと、 軽巡無知を圧転道路に、それぞれ魚雷一本が命中した。ボルツァーノは大火災となり、パナレーや島海岸に座礁して、沈没を免れた。応急修理後、ボルツァーノはラスペツヤに栄光され、同地で修復作業に入った。この間、航空母艦への改装も検討されたが、作業計画は二点三点して進まなかった。1943年9月上旬。 イタリアと連合国が講和する。この時点でも、ボルツァーノの修理と空母改造工事は終わっていなかった。イタリアの降伏に伴い、ドイツ軍がイタリア各地に進駐し、ラスペツィアも占領された。同行にいたゴリツィアとボルツァーノもドイツ軍に露革される。すでに政界権は連合国側に渡っていたため、ドイツ軍はゴリツィアとボルツァーノの本格的な復旧を諦めた。 ボルツァーノは岸壁に係留されたまま、ハルクとして使用された。1944年6月、ラスペツヤのイタリア艦艇がドイツ軍に戦力化されることを恐れた連合国側は特殊戦工艇チャリオットで停泊中のゴリツヤとボルツァーノを攻撃することにした。この作戦はイギリス軍と共同交戦側イタリア軍の共同作戦であった。 駆逐艦グレカーデによって運ばれたチャリオット2台とコマンド隊員4名は6月21日夜から22日にかけて港内に潜入する。計画では従順に席ともリムペットマインで撃沈するはずだったがうまく行かずボルツァーノだけが爆破されて沈没した。本艦の残骸は1947年に不要、解体された。1939年 後部の砲塔などを撤去して、カタパルト4機や格納庫などを設置して、航空巡洋艦とする案が検討された。搭載機は、メリデオナリロー51戦闘機12機の予定であった。1942年には、衛潜水艦アンブロークンの攻撃による損傷修理の際、戦闘機を10機以上搭載し、それをカタパルトで射出する航空機射出艦への改装計画があった。 計画では環境や元の兵装などを撤去して飛行甲板を設置し、その全部にカタパルト2機を配置というものであり、また対空兵装が強化されている。艦視は航空機車室兼高速輸送艦で不要となった手法用の弾薬保管スペースなどを活用した貨物輸送能力も持たされている。ありがとうございます。